ロンメル SK は、ベルギー、リンブルフ州ロンメルに本拠地を置くサッカークラブ。1920年代に設立されたフリュフ&フライオ=ユシネスをルーツに持つ。このクラブは1933年に一度解散するが、1937年にフリュフ&フライオオーベルペルトとして再興された。クラブは1950年代にフリュフ&フライオ=ファブリクと名前を変え、後に公認クレッカの冠を与えられた。2003年、近隣のロンメルに本拠を置く KFC ロンメル SK が破産。二つのクラブはオーベルペルトの登記ナンバー2554を引き継いで合併した。トップリーグの経験のないオーベルペルトに対し、ロンメルはベルギーカップ準優勝や UEFA インタートとカップ出場の実績があった。新チームは KVSK ユナイテッドオーロンメルを名乗り、3部リーグから再スタートを切った。クラブは当初、オーベルペルトでプレーを続けたが、後にロンメルへ移転した。2010年には3部の KFC レーシング、モルベゼルのトップチームと合併して、ロンメルユナイテッドに改名。2016から17シーズンには新設されたベルギーファーストディビジョン B に参加したが、1シーズンで降格。アマチュアリーグを戦った2016から17シーズンよりロンメル SK に名を変えている。2020年5月、シティフットボールグループがロンメルの216万ユーロの借金を支払い、買収。同グループ9番目のクラブとなった。ありがとうございます。